置いていけ。俺たちは助かる。最後に聞いてくれ、サユリは俺が殺して。俺はお前に告白した。聞かなかったことにする。携帯あるか？ない。包丁。何やってんだよ。感覚がない。何か言ってないことがあるだろう。あいつは告白したことを後悔している。俺を殺すかもしれない。大丈夫か？お前も重い罪を告白しろ。お前も告白しろ。頭に頭にうるさいんだよ。聞いてしまったあいつが悪いのだ。極限のワンナイトサバイバル。それは秘密を知った者への口封じに見えたが。告白コンフェッション。発端は16年前にあった。